もし1日メンバーになれるとしたら誰になって何したい？ああ憧れてるメンバーとかいない？え、銀太やろ。俺あいつへの憧れすごいよ。いや、知っとう人知っとうと思うけど、3人やった頃銀太のことマジで嫌いやったって。マジで嫌いやったし、めっちゃ仲悪かったっちゃう。めちゃくちゃ仲悪くて、社長が絶望しとったって、なんで3人しかいないのに2人が仲悪いんだって。めちゃくちゃ絶望しとったぐらい、俺、銀太のこと嫌いやったじゃん。めっちゃ普通に。なんで嫌いやったかっていうと、それもなんか年取ってから気づいたじゃん。その時、さ、20歳ぐらいやったっけ。なんで嫌いかわからんかったっちゃうけど、2年ぐらい経って、ガチで嫉妬しとったことに気づいたじゃん。めちゃくちゃ嫉妬しとったことに気づいた。銀太って俺が持ってないものを全部持っとったい。あ、マジで、あれ憧れあるよ。で、すごい嫉妬しとったことに気づいた後に、あいつはやっぱすごいやつなんやなって、改めてリスペクトをちゃんと置けるようになって、めっちゃ好きになったじゃん。自分でめっちゃあいつに嫉妬しとったよなってことに気づいたとき、マジで楽になった。うわ、あいつすげえわと思って。いや、マジでね、天才やけん。天才と思う。マジですごい。俺ね、レペゼンの中でね、マジで天才と思っとうな、社長と銀太の二人じゃん。脇丸は、その二人についていけるぐらい、ありえんぐらい、すごい努力したと思っとっちゃう。すごいよね。やけん、どっちもすごいっちゃけど、やっぱ天才って憧れるよ。音材からすると、やっぱ天才憧れる。めちゃくちゃすごい。やっぱね、銀太になりたいね。あいつが何を思っとのか気になる。何したい？何したいかいな。銀太と変わってしたいことはあんまりないな。いや、誰と変わってもなんかやりようこと俺ら変わらんけんさ、したいことはない。でも銀太に憧れがガチである。未だにあるしね。まだある、まだある。ずっと羨ましいと思っと。マジですげえ。ホイと仲悪かったんですかってコメントあるけど、まあそうやね、仲良くはなかったよ昔は。まあそれはそうじゃない、別に。だけどそうやって仲悪かったからこそ今仲いいみたいな、そういうの多いよ。だけど俺、高校の時とかも、高校の時に一番仲良かったね、和明くんってやつもおるけどね、入学して速攻ぐらいでね、もう何十回も喧嘩したんや。けど、その人と今じゃめちゃくちゃ仲いいし、今でもずっと遊び行くし、そういうもんなんじゃないですかね、仲良くなる人とかって。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。